回はたくさんある財務諸表の関係を簡単に解説していこうかなというふうに思います。で、皆さんの中にはですね、もう貸借対照表とか損益計算書だけの分かんないと、なんで成績表なのに2つもあるんだっていうふうに悩んでいる人いると思うんですけども、実際にはもう少したくさんあるんですよね。で、そうなるとはもうボキ分からんわというふうになってしまうかもしれないんですけども、まあ、よくよくその理解していくとですね、ああなるほどなというふうに腑に落ちると思います。ですので今日は簡単に説明していこうかなというふうに思います。で、まあ、こちらのスライドの通りですね、財務諸表って言われてるのもう少しあるんですけども、まあ、主要なものとしては貸借対照表、それから株主資本と変動計算書、損益計算書、キャッシュフロー計算書というものがあります。で、これ何なのかというと、まあ、簡単に今説明するとですね、まあ、貸借対照表っていうのはある期末の資産、財産、負債、借金、そして差額の純資産の金額を、まあ、表示しているものなんですね。これはある一時点の量になってきます。で、それに対して株主資本と変動計算書というのはおよそ純資産の変化分を説明するものになります。損益計算書というのは会社が設けた当期純利益を説明するもの、つまり収益とか費用の差額で計算されるものになります。そしてキャッシュフロー計算書というのはですね、お金の流れ、まあ、現金の変化を示すというものになります。ちょっと待ってくださいね。おそらく皆さんの中にあんまもう分かんないっていう人いると思うんですけども、まあ、図を見てですね、まあ、ゆっくり考えていったら分かるようになるんじゃないかなというふうに思います。で、まず貸借対照表1年のスタート地点で、まあ、こういう状態だったとしましょう。現金が10円あるね、まあ、その他の資産が100あって、合計資産110の財産だと。で、借金は40 でその他は70、これ株主から出資してもらったとしましょう。このあたりはおそらく理解できるんじゃないかなというふうに思います。で、会社が1年間活動した結果ですね、期末に貸借対照表を作ったとしたらこうなったとしましょう。現金は20円に増えている。そしてその他の資産は110円になった。負債はそのままで純資産が90になっているという状態です。まず皆さんはこの2つの変化を見て何かが変化したというのは分かると思います。ただしどうして変化したかっていうのはこれ分からないんですよね。そこで今から複数の財務諸表を使ってその変化がなぜ起きたのかを見ていこうということになります。一番、まあ、重要といえば、まあ、現金になろうかと思います。会社というのは営利目的の会社で、まあ、お金を稼ぐ団体ということになりますので、キャッシュの変化っていうのは、まあ、敏感になる重要な情報になるわけですよね。そこでキャッシュフロー計算書というものを使って現金の変化を説明していこうということになるわけです。要するにお小遣い帳をイメージしてもらえればいいかなと思います。最初に現金10円ありましたよね。スタート地点に10円あって最後が20円になっている。この10円の変化はなぜ起きたのか、これをキャッシュフロー計算書と言われているもので説明していきます。これ一見見ると最初の10円が こちらの機種現金10円というところで出てきます。で、プラスというのは1年間で現金どれだけ入ってきたか、収入を示して、そして支出がマイナス40というところで出てきます。ですので最初に10円あって50円増えて40円減った、だから期末の現金が20になったんだということになるわけですね。実際のキャッシュフロー計算書はなぜ現金が増えたのか、建物を売ったんだよとかですね、まあ、利益上がったんだよ、利息もらったんだよというところは記載されますので、キャッシュフロー計算書を見るとよりよく現金がなぜ増えたか説明つくということになるわけです。よろしいでしょうか。これがキャッシュフロー計算書、まあ、お小遣い帳、お金の変化を示すものということになるわけです。他方で会社の元手と言われているものは純資産なんですよね。
だから純資産の変化というのもまた極めて重要だということで、株主資本と変動計算書というものを作るわけです。これも財務諸表の一つということになるんですね。です。まず最初に期首の純資産70あるよねと。で、最終的にこの純資産は90になったんだと。じゃあ期首の70から期末の90にどうしてなったのか、何が増えて何が減ったのか、それが株主資本と変動計算書というところで表示されるわけです。資本取引という株主と会社の取引、そういったものがこちらに出てくることになるんですけども、一番重要なのが会社が儲けを上げた時も純資産が増えるということになります。実際株主資本と変動計算書をよく見てください。プラスのところに純資産30と書かれています。これが会社がメインで営業活動した結果生じた儲けを示すということになるんです。じゃあこの純利益30という数字はいいとしても、どうしてこの30という数字が出てきたのかわからないですよね。会社のメインの活動なので、なぜこの30が儲けとして計算されたのかというのを説明しないといけない。それが損益計算書ということになるんです。これを見ると、ああこの会社は1年間で70の収益が上がって40の費用があって、だから30の儲けが出たんだということがわかるわけですよね。よろしいですか。たくさん財務諸表があるんですけども、要するに貸借対照表の期首と期末の変化を、まあ、説明するものだというふうに考えてもらうとかなり分かりやすくなるんじゃないかなというふうに思います。ですので、くれぐれも思考停止してですね、もう財務諸表多くて分からないということにならないように、ゆっくり理解してもらえればいいかなというふうに思います。